はい、皆さん、おはようございます。こんにちは、こんばんは、高橋由美友です。これ、撮影日は10月7日なんですが、皆さん知ってるでしょうか？今日、地元の番組で知ったんですが、10月8日、つまり明日はですね、はらこ飯の日っていうのを初めて聞いて、初めて聞いたっていうお話をさせていただきます。渡り町が制定してるやつなんですね。で、それで俺、地元の某番、まあ、地元のテレビです。地上波ではやって、ローカルの番組で言ってたんで、マジっすかって言いそうになりましたね。という感じで、なんで腹こめしがいいのかっていうと、ビタミン B が入っているので、なんと言うらしいです。詳しくググってください。ということで、終わりたいと思います。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録よろしくお願いします。